私はミカ、26歳。私は先日中学からの付き合いでもう10年以上になるリクトと結婚することになりました。リクトとは地元も一緒なのでお互い両親とは仲が良く、共通の知り合いもたくさんいて、みんなからやっとかとお祝いムード全開です。入籍は私の誕生日である10月にすることになり、挙式は来年の6月にする予定となりました。お互いの両親にも挨拶を済ませ、新居も決まり、あとは入籍と式を待つだけの状態だったのですが、ある日リクトがとんでもないことをしてきたのです。なあ聞いてくれ。どうしたの？今日俺仕事辞めてきた。はい？ちょっと待って、冗談でしょ？冗談なわけないじゃん。俺前から専業主婦になりたいって言ってただろ。それにお前の方が収入多いし。それは前から言ってたけど、リクトずっと実家暮らしでしょ？家事なんてできるの？まあなんとかなるっしょ。お前は家事も仕事もできるし、俺は今のままでいいんだよ。ああ、なんで仕事辞めたとか事後報告なの？それにそれだと私だけが家事と仕事で大変になるじゃん。しかも収入は半減だし。別にいいじゃん、お前は何でもできるんだから。あのね、専業主婦になるのはいいんだけど、完璧に家事ができてから言ってくれる？家事なんてやったことないくせに。でもさ、お前は兄ちゃんが結婚してから一人暮らし始めただろ。一人暮らしして2年くらい経つし、お前は家事一通りできるじゃん。だから私が家事も仕事もしろって？自分は何もせずにただニートになるってわけ？ニートじゃないよ、専業主婦。ありえないんだけど。はい、この話はもう終わりね。今から飲みに行くんだろ？ああ、そうだったね。早く行こうぜ。どこに待ち合わせにする？あ、そういえば私やり残した仕事があったんだ。悪いけど今日の飲み行くのはなしね。楽しみにしてたのに。まあ仕事なら仕方ないよな。頑張ってな。本当はやり残した仕事なんてありませんでした。ただ相談もせず勝手に仕事を辞めて、のんきに私の紐になろうとしているリクトにうんざりしてしまったのです。しかしよくよく考えてみると、もしかしたら貯金が溜まって仕事を辞めたのかもしれない。何かリクトなりの考えがあるかもしれないと思い、私は再度リクトに連絡しました。リクト、そういえばさ、貯金っていくらあるの？前は少ないって言ってたけど、仕事辞めたってことはそれなりに貯金が溜まったってことでしょ？俺貯金ゼロだけど。ゼロ？全くないの？仕事してたのに。うん、ゼロ。だってミカ1000万くらいあるんでしょ？十分それで足りるじゃん。ちょっと待ってよ、ゼロなのに仕事辞めたってわけ？ありえないんだけど。しかも私が必死に働いて頑張って貯めた貯金当てにしてるなんて意味わからない。大丈夫だって、ミカの給料がいいからさ。私を頼りにしてるのね。夫婦は共有し合うって言うだろ。だからこういうのも共有し合わなきゃ。そうだね、わかった。私は結婚するのに貯金もゼロ、仕事も勝手に辞めるリクトの神経が分かりませんでした。私におんぶに抱っこで行くつもりで、能天気すぎるリクトに何と言えば聞いてくれるのか分からず、そんな時ちょうどお兄ちゃんと結婚した義士から電話がかかってきました。私は今日のことを義士に話しました。絶対ダメよ、貯金もだし仕事も辞めてるし。そうですよね。ただお父さんもお母さんも毎日ニコニコ嬉しそうにあなたの結婚の話をするからね。両親に話すときは言葉を選んでしっかり説得しなきゃね。そうなんですか？どうしよう、言いにくいな。みんなお祝いムードだし。明日の夜こっちにおいでよ。私も一緒にその場にいてあげるよ。本当ですか？お姉さんがいてくれて本当に助かります。いいのよ、じゃあ明日待ってるわね。はい。そして翌日の夜、
私と義姉で両親に説明すると、両親は納得してくれました。昔だったら両親と話すときに感情的になっていたのですが、義姉のおかげでお互い落ち着いて話すことができました。話し合いが終わって家に帰ると、義姉から連絡が来ました。ミカちゃん。はい、何でしょう。婚約者にはこれから言うんでしょ。はい、そうです。婚約者が情で引き止めにかかる可能性大だから、流されないように頑張ってね。私たちは味方だからね。ありがとうございます。お姉さんのおかげで今日は落ち着いて話せました。お姉さんがいるだけでかなり心強いです。それならよかった。あと、婚姻届、勝手に出されないように注意しとかなきゃね。あ、本当ですね。確かに今の婚約者だとやりかねませんからね。糸悶着あると思うけど、ミカちゃんを応援してるから。はい。私は義姉に言われてなんだか勇気が出てきました。そして明日行ってやろうと決意したのです。翌日、私は仕事が終わって家に帰り、意を決してリクトに連絡をしました。リクト、話があるんだけどいいかな。何？あのさ、リクトとの婚約は解消させてもらうから。ちょっと待て。いきなりなんだよ。どういうことなんだ。急にそんなこと言うなんてさ。もう私の両親には伝えてあるし、私の覚悟は揺るがないから。ちょっと待て。なんでそうなった。自分でわからないの？今の時代は、確かに男の人が主婦になって家事をするっていう選択肢はある。だけど、女でも結婚したら当然のように仕事を辞めて専業主婦なんてことはないよ。仕事を辞める、無収入になるってことは、まず夫婦で話し合うべきであって、勝手に仕事を辞めて事後報告はありえないから。でも、そんなことで婚約解消になるかよ。それに、婚約解消するなら、慰謝料も払ってもらうからな。はい？慰謝料？慰謝料を払うのはリクトの方よ。なんで俺が払わなきゃいけないんだよ。さっき言ったでしょ。勝手に仕事を辞めてさ、私に事後報告してきたから。つまり私が慰謝料を払うようなことは全くない。相談もなく勝手に仕事を辞めて無職無収入になった理由で、あなたに婚約解消と慰謝料を請求することができるのよ。そんな、ごめん。俺もうそんなこと言わないし、だからもう一度やり直そう。いや、それは無理よ。正直リクトがそんな勝手な人だと思ってなかったし、これから先そんな考え方の婚約者とずっと一緒にいるなんて怖いから。俺が悪かったよ。だからな、慰謝料なんて請求するなよ。俺再就職先見つけるからさ。今さら？もう遅いわよ。もう友達にも報告してるし、今さら結婚しませんなんて言えないだろ。もう言ったわよ。グループのスピーカー的存在の友達にね。本当はリクトの立場を悪くしたくないって思ってたんだけど、そんなこと言ってられないからね。嘘だろ。本気で婚約破棄するつもりなのか？だからさっきからそう言ってるじゃない。私は次の結婚に向けていい人探すわ。今度は自分勝手に仕事を辞めたりしない人をね。待ってくれよ。俺は、だからあなたとは今日でさよならだから、今度は紐男でも結婚してくれる寛大な人を探したら。それじゃあね。おい、ちょっと待ってくれよ。おい、ミカ。そして次の日、話を聞いたリクトの両親が私の家に飛んできました。玄関を開けると目を真っ赤にしたリクトとご両親の姿があったのです。私は何を言われるか不安でしたが、恐る恐る家の中に入ってもらいました。するとご両親は部屋に入るなり土下座をしたのです。ミカさん、本当に申し訳なかった。仕事を辞めたこと私も昨日初めて聞いた。うちの息子はミカさんとこれから夫婦になるというのに、あまりにも無責任な行動だ。親として申し訳なく思う。こんな奴はミカさんと結婚する資格ない。傷つけてしまい本当に申し訳ない。私から婚約解消をされ、リクトはご両親に泣きついたようですが、私以上にご両親からご天般に怒られていたようです。そしてその場で
リクトに慰謝料を支払わせると約束してくれました。リクトのことは許せませんが、せめてご両親がまともな考えで真摯に対応してくれたことがせめてもの救いでした。その後、私はすぐに弁護士を雇い、リクトに慰謝料を請求しました。リクトは仕事を辞めた上に貯金もゼロでしたから、慰謝料を払うお金なんて当然ありません。両親に貸してはもらえたそうですが、そんな情けない奴はこの家にはいなくていいと実家を追い出されたそうです。リクとは付き合いが長いだけにいろいろ甘えが出ていたんだろうと思いますが、この先そんな考えの人とずっと一緒って考えたら正直ゾッとします。安易な考えで結婚相手だけでなく両親からの信頼も失うことになったリクとにはかける言葉もありませんが、自業自得だと思います。長年付き合っていた彼と婚約解消になったことはかなりショックでしたが、少しずつ前を向いていこうと思います。私は慰謝料を受け取ったらそのお金で結婚相談所にでも入会しようかなと思っています。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニックさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。